それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父よ、新しい聖日の朝、兄弟姉妹たちと共にあなたをあなたの御堂で賛美礼拝できますことを感謝いたします。今日もあなたの永遠に変わることのない命の御言葉をどうか私たちに与え、私たちの魂を深く養い育ててください。私たちのうちに住んでくださる主イエス・キリストが、その命がますます私たちのうちで豊かに祝され成長され、命の水のように流れ出ることができますように、この時を用いてください。白川兄弟も無事に手術を終えられたことを感謝いたします。術後の経過をどうぞあなたが守り祝し導いてください。また今も旅行をしているのでしょう山口兄弟の上に、どうぞあなたの憐れみと守りと導きがありますように。南アフリカで帰国を待っておられるただウェンディ姉妹の上に、あなたの励ましがあり心の平安があり、絶えず力を与え勇気を与えてください。そして帰国の道を開いてくださいますよ。どうかお一人お一人の上にあなたの御言葉が新しい恵みの雨となって降り注がれますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。アメリカの初代大統領がジョージ・ワシントンでありますけれども、そのジョージ・ワシントンのお母さんについて次のようなエピソードがあります。ジョージ・ワシントンの父親は彼が12歳の時に病死いたしました。それからは母親が一人で子供たちを育てました。1775年7月の4日アメリカの国会議事堂の鐘が響き渡りました。アメリカがイギリスとの戦争で勝利し独立を獲得した日であります。アメリカの国民はこの自由の鐘の音を聞くために6年間にわたって戦ってきたのでした。喜びにあふれたアメリカの国民はバージニア州のホープスクリークという町にあるジョージ・ワシントンの生家に詰めかけました。彼はこの戦争に総司令官として働いたのであります。人々は熱狂してその家の前で叫びました。アメリカを救った救国者。この時ジョージ・ワシントンの母親マリーは熱狂する人々にこう言ったと言われています。大勝利を与えてくださった神を私たちは忘れたくありません。彼女は少しも我が子の名誉を誇らなかったと言われています。この婦人の尊く美しい言葉に人々はそのジョージ・ワシントンの家の前で神様に感謝の祈りを捧げたと言われています。大勝利を勝ち取るとき、普通ならばその栄誉に酔いしれるものでありますけれども、我が子を誇ることなく神に栄光を期すことを忘れなかったこのジョージ・ワシントンの母親の偉大さと、そしてそれを受け継いだ
ジョージ・ワシントンの偉大さを物語っているエピソードであります。今日の聖書には、神に栄光を期すとはどういうことなのか、非常に印象深い記事が記されています。ダニエル書4章であります。舞台はバビロニア帝国の王の宮殿です。ネブカデネザル王が再び夢を見るのです。その夢が彼の心を不安に陥れました。帝国のあらゆる知識人を呼び集め、彼の夢を分析してもらうのですが、誰も満足のいく回答を王に提供できる者がいません。それでついに再びダニエルが召し出されるのであります。この度は2章の時とは異なって、王は自分の見た夢がどのようなものであったかをダニエルに告げます。その夢というのは大きな木の夢です。非常に大きな木で、その木には多くの鳥が巣を作り、昼間は木陰を作って人々に安らぎを与える、多くの花を咲かせて人々の目を楽しませ、多くの実を結んで人にも動物にも食料を提供するような素晴らしい木であります。ところがある時突然神様がこれを切り倒されたのであります。しかし根株だけは残してくださいました。その時からしばらくの間、根株は草原に放置されたままになる、こういった内容の夢であったのです。ネブカデネザル王はこの夢で心が騒ぎ、どうしてもその意味を知らないでは落ち着くことができませんでした。ダニエルにこの夢を話すと、ダニエルは大変驚き、その夢の解き明かしをすることをためらいました。しかし王がどうしてもと言うので、その説明をしたのです。ダニエルの説明はこうです。その木というのはネブカデネザル王自身のことである。王はバビロニア帝国という非常に偉大な帝国を築き上げ、多くの国民を治めるようになった。ところが神様はネブカデネザル王を追放して、野の獣と同じように生活させるように、牛のように草を食べ、夜露に濡れ、七つの時が過ぎ去るまで過酷な試練を与えられるのであります。王がこの世を支配しているということ、この世のすべてのことは神の力によるのであって、王がへり下ってその神の全能の力に気がついて、神に栄光を期するようになると再び王に復帰するであろうと、そのような夢の解釈をダニエルはしたのです。それを聞いて王がどのような反応をしたのかが記されていません。ただ聖書はダニエルが言った通りのことが起きたということを記しています。それは次のようにして起こりました。ある日王が宮殿の窓からバビロンの大宮殿を眺めておりました。すると彼の心の中に一つの感情が湧き起こってきました。この大バビロンはこの私の手で建てたものではないか、この荘厳な宮殿は私の栄光を表すためにこの私が建てたものではないかと得意満面になっていたのであります。新しい宮殿を立ち上げた直後のことであったかもしれません。その時です、天から声がありました。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。
と言われたのです。そして王は直ちに人間の中から追い出されて、牛のように草を食べ、夜露に濡れ、髪の毛はワシの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。そしてこの4章の34節でネブカデネザルは次のように告白するのです。34節、その期間が終わった時、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。ネブカデネザル王はその試練の時を終えて神を見上げたのです。そして全てのものは神の力によって支えられていることを知り、彼は神の御前にへり下ったのでした。すると王は再び輝きを取り戻し、王宮に戻ることができ、人々は喜んで彼を迎え入れ、以前のように王位が確立し、彼は以前にも増して大いなるものとなったというのです。この試練を通して王は神の御前にへり下って生きることを学んだんです。聖書の中では、自分を高くするものはものを神はこれを低くし、自分を低くするものを神はこれを高くされるということが至るところに記されています。自分を高くするということは、このネブカデネザル王が学んだように、自分に栄光を期すということであります。自分の功績を誇り、自分のこの手が、自分のこの努力が今の自分を築き上げたのだ、築き上げたのだと自分を高くするということです。このことは聖書では神に対する大きな罪でもありました。これは最初の人アダムとイブが犯した罪でもあります。神から離れて自分を高くする、自分だけで生きていくことができる、神なしでやっていくことのできるという人間の高ぶり、自己中心、これが最初の人の罪でありました。この罪をネブカデネザル王も犯したのであります。自分を高くする、神を神としない、神なしでも十分自分の力だけで生きていけるという慢心であります。その反対に、自分を低くするとは、神の御前にへり下って、神を神とし、神に栄光を期し、すべてを神に感謝しながら、神様のご支配に委ねて、神を信頼して生きていくことであります。すべてのことを神に栄光を期しながら生きていく、これを自分を低くすると聖書では言っています。そして神様は自分を高くするものを低くし、自分を低くするものを高くされると言われています。これは永遠に変わることのない神の法則であります。新約聖書の使徒による働きの中で、悪名高きヘロデ王のことが出てきます。使徒の働きの12章の最後でありますけども、印象深い記事がそこにも出てきます。ヘロデ王というのは、人間を人間とも思わない、人を虫けらのごとく殺すことのできる、そんな王でありました。この王がある時、人々の前で演説をしたのです。すると民衆は彼をおだて上げて、神の声だ、人間の声ではないと叫び始めたのです。ヘロデはこれに深く満足したのでしょう。
人々に手を振ったのかもしれません。ところがです、たちまち神に打たれてしまったのです。次のように書かれています。それはヘロデが神に栄光を期さなかったからであると聖書で記しています。神はこのヘロデ王はなんと小さな虫に噛まれて息が絶えたのでした。人々から神の声だとおだて上げられて満足していた王がたった一匹の小さな虫によって噛まれて死んだという皮肉が込められたような記事であります。聖書の中では神に栄光を期して生きるかどうか、それが人生の分かれ目であると記されています。それは人の生き方そのものに関わることであります。自分の人生を自分の力で築いてきたのだ、神の助けによったのではない、すべて自分が頑張ってできたことだという生き方、つまり自分に栄光を期す生き方を聖書では罪と言っています。人は神によって作られ、神によって命と息をいただいて生きております。神に全てを支えられて生かされているということ、その神に感謝しながら、神の導きを求めつつ、御言葉を学びつつ、神の御前にへりくだって生きること、それが本来の人間のあるべき姿であります。そこから離れるときに人は本来の姿を失っていきます。ネブカデネザル王は厳しい試練を通してこの真理を学びました。そして厳しい試練を通してこの真理を学んだのは彼だけではありません。旧約聖書に出てくるヨブという人もそうでした。ヨブという人ほど人生の試練をたくさん受けた人も他にはいないようです。ヨブは立て続けに雇っているしもべたちを失い、長年培ってきた事業を失い、愛する自分の子供たちまでも失い、自分自身が重い皮膚病を患い、人々から嫌がられる存在になるという、人間としては耐え難い試練を受けた人であります。あの呼ぶ気の大半がなぜ自分がこのような試練を受けなければならないのだという神への訴えで、あの呼ぶ気がなっております。それは全ての人の痛み悲しみを代弁してくれている叫びであります。その言うに言われる苦しみを彼は苦しみ抜いて、とうとうその限界状況の中で神の御声を聞くのであります。それは神がこの世界のすべてをすべ収めておられるというメッセージでした。神の沈黙がその時破られたのです。そしてヨブは気がつきました。ヨブ記の最後のところ、42章の2節から6節のところで、ヨブは次のように告白いたします。神様、あなたには全てのことができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めますと告白したのであります。ヨブは自分の受けた試練があまりにも大きかったことによって神様の御姿を見失っておりました。しかしある時彼は悟ったのです。
この世のすべてのことは神のご支配の中にあって、神の摂理の中で動いているのだということ、自分の命も神様の御手の中にあって、神様が少しでも手を引けば私のこの息が止まるということ、そしていかなる状況の中にあっても神に栄光を期して、神に感謝して、神を崇めて生きることが自分の本来作られた姿であるということ、ヨブは改めて心から知ったのであります。その時からヨブの状況が大きく変わっていきます。ネブカデネザル王とヨブとでは全く状況は異なりますが、二人が学んだことは基本的に同じことであります。神は自分を高くするものを低くし、自分を低くするものを高くされる。私たちはこのことを頭で理解していても、なかなか実行することが難しいものであります。油断するとすぐに自分を高くしてしまいます。カール・ヒルティというスイスの思想家が次のようなことを言っています。誰かが自分の悪口を言っていると人から聞いたなら、その人は私の他の欠点を知らないからそんなことを言っているのだと思ったらよいというのです。つまり自分のたくさん持っている自分のたくさんの欠点をもしその人が知ったなら、決してそんな悪口では済まなかったであろうというわけです。普通ならどんな小さなことでも自分の悪口を言われたら心がただならぬ気持ちになるだろうと思います。しかしヒルティはその反対であります。また別の人はこんなことを言いました。誰かが自分の悪口を言ったら、次のように神様に祈りなさい。神様、もしその人が言っている悪口が本当ならば、どうか私を許してください。しかしもしそれが間違っているなら、その人を許してください、こう祈りなさいというのであります。これが神様に栄光を期すということでありましょう。すべてのことを神様の御前に携えてきて、イエス・キリストの十字架の前で解決していくという生き方であります。私たちの一生はこのことを学ぶために与えられています。神様にすべての栄光を期すとはどういうことなのかを知るために、私たちは今生かされております。私の恩師ウィリアム・グレートハウス先生が書きました著書の序文のところで、先生は次のように記しています。ラテン語でソラ・グラシア・デオ、ただ神の恵みによってと記してありました。先生はその著書を書き表すことができたのは、すべてただ神の恵みによるのだと。自分は神様の恵みによって生かされ導かれ用いられたのに過ぎないのだという気持ちを表現したものであります。神の栄光のための一生であったと私は思っております。日々の生活の中でいろいろなことがありますが、パウロ先生は第一コリントの10章31節でこのように教えてくれています。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。食べるにも飲むにも神の栄光を表すためにしなさいというのです。
私は日々の歩みの中でこのことをあのことを神様の栄光のためにしているだろうかと自分に問いかけつつ確認していくことが私たちの信仰の歩みの務めであります。油断をすると私たちはいつの間にか自分の栄光のために生きてしまう傾向があるのではないでしょうか。かつてインドで長い間宣教師をされていたアメリカ人のご夫妻がいらっしゃいます。このご夫妻は2人の小さいお子さんをインドで育てながら宣教師として活動しておりました。ところがある時このお二人のお子さんが水泳をしていて2人とも溺れて死んでしまったのです。このことでご夫妻は打ちのめされてしまいました。どうしてこんなことが起きてしまったのか、なぜ神様は助けてくださらなかったのか。長い間彼らは暗いトンネルの中を歩まねばならなくなりました。他の人がどんなに彼らを慰めても彼らの心をこのような悲しみから引き上げることはできませんでした。それから何ヶ月何年か経った時のあること時のことであります。ご主人が一人祈っておりました。その時神様の静かな語りかけを聞くのであります。私には何人の子供がいたと思うか。意外な問いかけにびっくりして答えました。神様、あなたには一人子イエス様だけです、答えました。それから沈黙がありました。彼はその時悟ったのです。父なる神様は一人子、たった一人の子供イエス様を捧げたのだということ、そのことを悟った時に初めて長い長い魂のトンネルから脱出したと言っております。神様に栄光を期すという生き方を学ぶことは口で言うことは簡単ですが実際には非常に難しいことです。しかし自分を高くするという生き方には本当の祝福がないということを私たちは十分知っております。神様の御前にへり下って神様に全てのことを委ね感謝しお従いする人生を確立していくことができますように。神様から与えられている一日一日の命を用いていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。天の父よ、あなたは自らを高くするものを低くし自らを低くするものを高くされるお方であります。私たちはいつの間にか自分を高くし自分を憐れみ自分を中心にしてしまいやすいものであります。どうぞ聖霊様、私たちが主イエス・キリストをもっともっと知ることができますように、日々の歩みを通して主イエス・キリストをあがめ主を愛し主に栄光をお返しすることができるように助け導いてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。引き続いて聖餐式を行いたいと思います。イエス・キリストご自身が聖餐式を制定されました。主イエス様は弟子たちにご自分の裂かれた身体と
流された血潮の印をパンとブドウ液の形で取るように命じられました。ここにあるのは主イエス・キリストの食卓です。そしてこのパンとブドウ液は主イエス様の弟子たちのために備えられています。誰でも自らの罪を真に悔い改めてイエス・キリストを信じていきたいと願っている人はこの食卓に預かり、信仰を持ってイエス・キリストの命をいただき、魂の慰め、また喜びとしてください。これは私たちの主イエスの死と御苦しみの印であることを覚えましょう。また主イエスが再び来られることの印でもあります。主と同じ食卓にあって私たちは皆一つであることを覚えましょう。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの大いなる憐れみによって、あなたの一人子イエス・キリストをお与えになり、主は私たちの救いのために十字架上で死の見苦しみを味わわれました。どうか私たちの祈りをお聞きください。救い主イエス・キリストがその死と見苦しみを覚えるために制定されたこの聖餐式に預かるとき、どうか主の御救いの恵みに深く感謝するものとしてください。主イエスは渡されるようパンを取り感謝を捧げ、これを先弟子たちに与えて言われました。これはあなた方のために与えられた私の体です。私を覚えるためこうしなさい。同じように食事の後、主は杯を取り感謝を捧げ与えて言われました。これはあなた方のために流された私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。どうか私どもが真にへり下って信仰を持ってこの聖餐式に預かることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。